膝の痛みを防止、改善するためのストレッチをご紹介します。膝の痛みには様々ありますが、太ももの前の筋肉が硬くなってしまって、痛みの原因になることもあります。今日は太ももの前のストレッチをご紹介します。まず、ストレッチをする前に、筋肉を少しずつほぐしていきましょう。まずは、足をまっすぐ前に出します。そして、太ももに手を当てて、ゆっくり太ももを揺らしましょう。痛みのない範囲で筋肉をほぐすイメージで軽く揺さぶります。反対側も同様に行ってください。膝を曲げても痛みが生じない方は横に寝転がって上の足の甲を持ちます。そのままかかとがお尻につくように手で足を後ろに引っ張っていきましょう。この動作を行うことで太ももの前がストレッチされます。膝に痛みが伴う方は無理しない範囲で行ってみてください。できる方は上の足に下の足のかかとを乗せるとより伸びます。